皆さんどうもいつもご視聴ありがとうございます。のるの楽しでございます。さあ、番組始まって以来じゃないですか。初めてですよね。遠征です。今日はなんと大阪に来とんねん。ということでね、こちら、集合場所でありますけれども、バイク王のインクーシークル店にお邪魔させてもらっております。いつもお世話になっております。すごいでかいね。噂には聞いてましたけどここすごい、ね、初めて来ましたけども、ね、ぜひ皆さん来てくださいね。もうバイク関係ライダーの皆さん、インクーシークル店、ね、ここに今日はもう待ち合わせということなんですけども、今回なぜ大阪に来たかと申しますと、こちらも番組始まって以来初めてですね。多分バイク乗ってる方なら皆さんご存知だと思うんですけども、バイク系 YouTuber の方でもかなり有名な方ですよね。とある方 と、 ちょっと今回はですねコラボレーションしてみようかなということで大阪にお邪魔させていただいております。さあということで、WR250R 僕のね、はい、バイクでございますけれども、今日はちょっとこの WR250R でこの大阪の街を疾走したいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあどうしましょうか。はい、はい、行きましょう。行きますか。乗りましょう。乗りますか。はい、はい、じゃあ行きましょう。あの好きだなこれは。行きます。いやー、大阪は気持ちいいね。初めて大阪の地で走りますよ。気持ちいい。楽しみだな。気持ちいいね。今日も天気も最高ですね。いやー、バイクで大阪走るのは僕実は初めてかも。一体どなたが立っているんでしょうか。ねえ、まあおかげさまでどんどん楽しも解説して半年一緒に立ちましたけれどもね、もう本当おかげさまでいろんなところで声をかけていただき、バイクを見せていただき、まあ、その度にどんどん楽しステッカーを差し上げておりますけれども、まあこれからねやっぱりね、あの YouTube の、まあ、チャンネルとして、まあ、いろんな YouTuber と絡んでいけたらいいなというふうに思ってます。まあ、バイク系のね YouTuber の方も結構たくさんいらっしゃるので、まあ本当ね、あのいろんな方と、このバイクの、まあ、オフロードオンロード、まあ、そこら辺のね、垣根を越えてですね、まあ、いろんな方とコラボレーションできたらいいななんて思ってますけども、まあね、オンロードもオフロードも楽しいんでね。まあちなみにこの WR250R は、まあ、オフロードバイクですけれども、まあ、このようにして、まあ、オンロードもすごく最高のバイクで、まあ、あの僕初めての実は人生オフロードバイクなんですけど、もうこのバイク買ったのが、ちょうど発売が停止される、1年前だったかな。1年前か。なのでもうかれこれ3年ぐらい、3、4年乗ってますけれどもね。もうね、最初乗った時にあまりのこのオフロードとは違う、まあ、ブロックタイヤってのもありますけど、もちろん道路にこうベターっとこう食いつく感じっていうんですかね、張り付いてる感じっていうのが、まあ、どんだけこう曲がってもバイクを倒しても倒れないっていうようなね、なんかこう感覚にさせてくれる、この道路に吸い付く感じ、これがねまだ本当びっくりしました。まあ、あとはまあ小回り効きますし、あともうトルクもありますんでね、あ、これはもうオフロードバイクだけど完全にオンロードも楽しいなっていうのをね、その時初めて感じて、まあ、ただまあ WR はまあ特にそうですけど、足つきがね、あのとっても懸念されていて、僕は身長178cmありますけど、まあ、そんな僕でもやっぱりこの足がね結構ギリギリなんですよ。はい、まあ、でもね、こう乗ってるとすごくこう視界が高いので、
なんだろう、まあ、そのなんかこう足つき以上のものが走っていて、うん、苦にならないというかね、まあ、そんな感じがありますね。僕はもうこの高い視界がすごく好きで、はい、まあ、なので足つきというのはまあそれ以上に何かこう足つき以上のものもですねくれるバイクかなというふうに思ってます。まあ、あの排ガス規制で、まあ、販売の方が中止してしまって今すごいプレミアがついて高くなってますけどね。いやまあでもね本当最高のバイクで、まあなんとかねこの WR250R でこれからいろんなオフロードをね走ってみたいなと思うんですけど、まあやっぱりねこの間一回林道行って分かりましたけど、まあ、トレイルももちろん良しとして、まあ、トレイルでこう勉強しながら練習しながら徐々にね、何かこう自分の好きなレーサータイプ、うん、ナンバーをつけないバイクがね、1台欲しいかななんてことをね、言ってますけどもね。いやー、まあそれにしてもね、ほんと最高のバイクですよ。まあでもね、このバイクも鈴木健二プロに車体を少し下げてもらって、3センチぐらい下げてもらったんですけど、もう体感ではね、もう20センチぐらい下げたぐらい、ものすごくこう、座り心地が良くなったというか足つきも良くなった感じがしますね。こんなにシビアに1センチ、2センチ、3センチ変えるだけで大きく体感的に変化を感じることができるんだなというのがまずびっくりしましたね。いやー気持ちいいな。あとはね、チャンバーもこれ SP ただおのパワーボックス、そして FMF のX94 ですね。これにマフラー変えましたけれども、すごいこう、なんていうのかな、トルクフルに なりまして、すごくね、反応が良くなったっていうかね、はい。特に、そうですね、低速域から高速域までのこの、上がり具合が、もう、格段と変わって、もうまるで、このマフラー変えただけで別物の前、なんかバイクになったようなね、そんな感覚です。いやー、本当に、大好きです、このバイク。買っといてよかった。新車で買ったんですけどね。まだね、1639km しか持ってないんで。あ、どうも、どうも、はじめまして。どうも、つるのと申します。よろしくお願いします。今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。のるのでした。